疲れ様でしたって言いたいなと思って、みんなに本当にありがとうございました。もうみんな星投げなくてもいいしさ、自由だよ本当に。だってさ、もう星集めってくれた人とか、イベントでさ忙しかった、忙しくてゆっくり配信見たりできなかった人も多いと思うからさみんなゆっくりゆっくり見てください。もう3周しなくてもいいんだよ。3周しなくてもいいし、配信中にわざわざ星を集めなくてもいいし、カウントしなくてもいいし、本当に本当にありがとうございました。10日間、もうワカポンの顔はこれから飽きるほど眺めてくださいもう何も気にすることはなく、あれですよ、暗いね。まだ結果が出るのは明日のお昼やけど、まあひとまずお疲れ様でした会ということで、自由になったみんなとあれしましょう。またね、明日のお昼にね結果が出たら、その後またちゃんと改めてありがとうございましたって配信をしようと思うんだけど、本当にありがとうございました。みんな乾杯ね、乾杯しましょう。みんな飲み物を持ち寄って、お疲れ様でしたよ。また明日もあるので、明日の分も飲んでる早い早いね。みんな本当に本当に眠いと思うけど明日はラジオ体操、じゃあ明日の朝5時からラジオ体操します絶対しないけど、そうにあれしてなんかみんなのコメントが楽しそうで嬉しいです。もうさ、もうあれよ、10日間本当にね、あっという間やった。もう明日喋ることなくなるから明日の置いとこう明日の夜も多分もう相方のキーボードくんは配信、朝の配信が終わった瞬間に押し入れの奥の奥に直し込みましたが、明日絶対5時に配信しないから起きないで、捨て干しもしないでね速攻で直しましたよ。もうもしかしたら来年の夏に出てくるかもしれないけど、出てこないかもしれない。キーボードくんはもう家に帰りました。来年までお休みしてもらいます。そうやで、もうコメントし放題やで。うわ、もうほんと投票機能とかも全然使えるんだよ。無駄、意味わからん投票しよう。どうしよっかなじゃあみんないつも何時に寝てるか投票ねスタートはい、もうみんないつも何時に寝てるか教えてくださいなんじゃろうな。そう、自由やね楽しいね。やばい、この枠あと3分しかない。やばいやばい、ランキング読まなきゃそんなこともなく、
うん、そう、番号が時間で1から24時まで、そうそうそう、1時から24時まで配信してください。配信してくださいじゃないわ投票してくださいね。もう何をしてもいい、何をしてもいい時間やから、今そう24時間表記。いやでもね、ショールームイベント10日間あって、今みんな何時に寝てるんやろうなって聞いてる何時に寝てるんやろうなって、めちゃめちゃどうでもいい投票をみんなにしてもらってます。適当に球適当にボール投げてくださいいや、やっぱイベント中はね、投票機能使えないからさみんなにもう今日使っとこうと思って。ギャルゲーの鈴木もね、またやりたいね。この結果はどうなるんだろうね。何にも使わない、もうみんなが何時に寝てるのか。そろそろじゃあ締め切りましょうか。じゃああと5秒ね。みんな何時に寝てるか投票してくださいいくよ、せーの、5、4、3、2、1、終了。さてみんなは何時に寝てるんでしょうか締め切り、みんなどんどん投げてくれるから締め切れに締め切れんわ、締め切れに締め切れんけど締め切ります。おみんな1時に寝てる人が1時24時2時3時23あ、やっぱその辺やな、23時から2時ぐらいが多いのかな。4時5時、適当に、絶対適当に投げた人やろじゅ一番寝てるみんな3時に寝てんの？1時妥当やな、妥当やな、リアル。結構みんなそれっぽい答えになったけどそっかね、いろんなねお仕事の時間帯もいろいろあるから調査してみました。私はねめっちゃ日によるけど24時から3時ぐらいかな、結構このアンケート通りそういうの夜勤の方とかもやはるから。朝起きる時間はな、バラバラやで。めっちゃお仕事にもよるけど8時9時とかかな。できれば24時には寝たい、わかる。だからね、あまり寝つけん時とか3時とかなるけど、 JK だった頃は7時とかかな。わかる、銀行に行くね、早くね。解放された顔してるよ、解放された、もう自由やわ。いやー、いいあれですね、もう今日もね朝配信、寝坊したどうしようって思わずにとりあえずお仕事まで寝られるという。起きる時間かと思った、寝る時間はあれやった。第1話が放送されますので、ね、みんながのんびりして
で、冷やし担々麺ね、今日のお昼作ったやつお母さんに配信終わって食べてもらったんだけど、めっちゃ美味しいって言ってくれて、そう、冷やし担々麺作ったんだけどね、配信で美味しい、母さんがめっちゃ喜んでくれて、なんか豆乳がまろやかですごいスープが美味しいって喜んでくれたので、また作ろうと思う。そうだから NMB のレシピ本が発売されてるので、皆さんそれも見てください。糖質ゼロ麺でやったらもう最高。今日も気を取ってくしゃみ。お、レシピ本ありがとう、ゲットしてくれて。めっちゃ簡単やからさ、全然めっちゃ初心者でも作れると思う。おすすめメニュー何やろくしゃみ。おすすめ、私でもまだ全部作ってないけど、なんかじゃあアクアパッツァで作ったことないけどまだ今度作る予定。バナナも美味しかったよ。アクアパッツァ作ったことない。簡単なんや。またね、いろいろゲットして作ったら俺も教えてください、ぜひね。え、まあイベントも終わって、イベントも終わってね、のんびりしてると思うけど、本当に本当に本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。もう私ね、こんなさ自由に配信、ほんま好き放題配信できたのもみんなのおかげです。なんかイベント期間さ、みんなの子応援してくれた出た人のことめっちゃ好きになったし、なんか自分のこともね、イベント期間にちょっと好きになれてさもう結果はまだまあ分かんないけど嬉しい。個人的な目標はそこそこ達成できました。ね、なんか楽しかったって言ってくれるとね、嬉しいね。そこそこ。やめさんのこと知れた、よかった。もうみんな USJ もお料理のねロケもまあできたらね、まだまだ楽しんできます。いやー本当に本当にありがとうね。でもなんかのんびりさ企画とかやって配信できたのもさ、最初日からみんなが1位でいさしてくれたおかげやから、とってもとってもそれはもうみんなのおかげです。ありがとうございました。ちょっと寂しいね、確かにお祭りの後感もあるかも。でもでもねでも本当に感慨深いわ。私本当最初普通に本当本当本当普通にさ、明日
明日は絶対早起きしたらあかんで、みんな。まあ初めてありがとう。そうやで、ギリギリやったのにさ、ギリギリやったのにさだって私さ、オーディションの時以来なんだけど、このショールームでイベントとかやったの。オーディションの時はね、2年前3年前か、本当にさ、もう配信見てる人も全然いないし、コメントも少なくてさ最初顔出さずに配信してたんだけど、コメントないからさ、自分でねコメントで質問しながらさ、自分でコメントしてたの、自分の配信にそれがね、いつの間にかいろんな人に応援してもらえてじえんしてましただってなんか喋ることないしさ、もう誰も来ないからじえんをつそんな過去がありました。実は今だから言えるやつ遅延をつ、マジで当時だってなんか何も聞いてくれないんだよ待って、クマありがとうまさかのクマありがとう。小さく遅延をついやからさ、だからさ、よく受かったよねその頃は何にも喋ってなかった。でも何喋ったらいいんやろうって一瞬言ってた気がするけど、そんなそんな私がね、なんか今回いろんな人に、こんないろんな人に応援してもらっとったんやなと思って実感してさ、めっちゃ嬉しくなったよ。もうほんと本当に今こうしていろんな方に応援していただけることがとてもとても嬉しいです。ありがとうございます。あ、すいません、あ、ちょっと待って、待って、目薬さすの下手すぎんねんけど、嘘泣きすらできない、もう嘘泣きすらできません。本当にありがとう、みんな。これがしたくてこの時間に配信しました。今日やり残したことは NMB の伝統芸とさせていただきます。シンプルに目薬させただけ。自演をつ、マジで、ありがとうございました皆さん。そんなね、そんなこんなでいや本当にお疲れ様でした。今日もお手手に文字を書いておさらばしましょう。ちゃんともう11個目かな。さて皆さんお手手に文字を書いてみましたが、もう何時まで寝るか、そろそろ終えようかな。今日はこれ、皆さん10日間お疲れありがとうでしたこれをね今日書かないと終われないなって思ったから、もうストレートやけどこれで
最後の言葉とさせていただきます。お腹痛いよ、お疲れ様でした。また、まあ、結果が出たらね、明日改めて配信させていただきます。本当に本当に本当にありがとうございました。お風呂スクショした？もう今日の配信は本当にこれが本当に最後になります。今日はね、まだね確定じゃないけどさ、ありがとうございましたよ。本当に本当にありがとうってめっちゃ言ってる今日。明日の正午、明日の12時、明日はね何時からできるかな、夜になっちゃうかも。そう、もうそろそろね終えてしまいます。今日この配信はもう本当涙なしでは見られない、そんな感動的な配信でしたよ。見られなかった方に言っておくと、レイコの生誕祭と、レイコの生誕祭とね、あと明日はまたもう一つ、その前にワクワクなお仕事がありますので頑張ってきます。明日もね、またツイートしてきます。全国が泣いた、全米が泣いた。そう、楽しみに。先に言っとくとグラビアではないです。それでね、そんなわけで明日遅刻しないように今日はそろそろお休みとしようと思う。最終結果は明日の12時発表です。泣かないで、先に言っとくけど、とりあえずね皆さん今日はゆっくり寝てください。おやすみね、本当にもう語彙力なくてさ、本当にばっかり言っちゃってる今日ね。またおやすみなさい。10日間ありがとうございました。なんだかんだ楽しかったよ。明日捨て干しはもう二度としなくていいかもしれないよ。ありがとう、お疲れ様でした。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。あ、ちょっとまだ時間残ってるからまだ切れないかな。なんてことも気にせずにゆっくり終わることができます。それじゃあ終わるね。終わるよ、本当に終わるんだからね。5、4、3、2、1。これしたいだけ。みんながおやすみって言ってくれてない。もう終わる終わる詐欺だってできちゃいます。なんかね、本当に終わるよ、本当に終わるから。もうこれはもう振りとかじゃなくて本当に終わるから。終わらないって思うやん、終わらないって思うけど先こそ終わります。一応ランキングを読ませていただいた方がいいですかね。一応ね、一応というか
もし投げてくださった方もおられるわけやし、ギフトも投げてくださった方もおるもんね、この時間に。だから今してもらうね、壇上の方を。これももう壇上読みも最後やわ。最後ちゃん、よっちさん、ビビビビオロゲンさん、みものさん、ひろさん、ゆめのさん、たいちろさん、むなちゃまめさん、なかちゃん、すえひろさん、皆さんのおかげでした。それな、ひろぴんさん、そうさばなさん、あるださん、皆さんありがとうございました。じゃあ次こそ次こそ終わろうと思います。また明日配信するから、それでお会いしましょう。それじゃあ皆さん